今日なんですけど、以前結構前にこういうのやってたんですね。アメリカンエクスプレスからインビテーションが来たって、でその後早速申し込んだら来たんですよ。これちょっとお見せできないですけど、こういうの来たんですよね。これ来たんでちょっと開けてみたいと思います。これを開けます。開けたらアメリカンエクスプレスプラチナって書いてあるんですよね。これが取り出すとプラチナカード、鉄なんです、鉄のカードでできてます。なんでこれ手袋入ってるかっていうと、厳重に保管したりとかってそういうのじゃなくて、ただに手汗かきやすいんですよ。でベタベタしたくないからこうやって持った、ただそれだけです。裏面もちょっとあんま見せないんですけど、こんな感じです。はい、こんな感じです。あ、これさっきの入ってたかね、入ったとこなんですけど、でこれもう一枚こう開けると中にプラチナカードを、これプラチナカードをお届けしますっていうのと、なんか3万円分のトラベルクーポンプレゼントっていう、あとはガイドブック、こういうのが入ってます。あと利用の手引き、ね、これはまあいつも通り寝る前に読んできます。これもね、カード会員企画、これもちょっと寝る前に読もうかなと思って寝る前に読んできます、ね、第19条とかそんな感じの本規約の寝る前に読みます。この人は寝る前に読みます。寝る前に読んでいきます。この2つ、あとこれ口座設定がお済みでない方はお早めにって、でまあこんな感じですね。このあと後日にあれ来たんですよ。今鉄製のカードですよね。でまた今度普通のこういう封筒で来たんですけど、こういう封筒で来たんですよね。封筒の中にこういうの入ってたんですね。紙、よく多分クレジットカード申し込んだ方なら分かると思うんですけど、はい、紙についてるやつで、これはこんな感じです。普通のプラスチック、鉄とプラスチックです、両方です。こっちはなんかあんまりショッピングとかでは使わないで、こっちを主に使うようにします。これ飾っとくようかな、なんかね、飾っとくようかな。動画じゃ多分分かりにくいんですけど、これじゃ動画でちょっと分かりにくいと思うんですけど、ここ2枚動画じゃちょっと分かりにくいと思うんですけど、これも持ってるのが普通のプラスチック、音聞いてください。鉄です。まあ、分かりにくいかもしれないですけど、鉄とプラスチックを持ってます。アメリカンエクスプレスのプラチナカードを持っていることについて何かメリットあるのかって言われたら、メリットあるって言ったら、あれですね、空港のラウンジが無料で、例えばどっか行くと、トカチから羽田空港行くとしたら、空港のラウンジ、まあ帯広はないかもしれないけど、羽田空港の空港のラウンジとかは提示するだけで2名使えるってこと、自分倒してもう1人、2名をラウンジで無料で入れるっていうのとか、あと1年後に無料、ホテルの無料宿泊券が来たりとか、あとは旅行損害保険とかも結構充実してますし、まあ
ホテルメンバーシップって言って、なんかこのプラチナカード持ってたら、対象ホテルの、なんて言うんだろう、宿泊実績が必要な上級会員プログラムに無条件で登録できたりとか、お部屋のアップグレードとか、レイトチェックアウトなど、いろいろなことができるみたいですね。あとはあれかな、そのライブとかそのチケットをなんか取りやすくなるって聞いたことあるけど、ライブ行かないから分かんないな。あとポイントもすごい貯まるし、なんか国内の200ある人気レストランで2人以上で予約すると1人分のコース料金が無料になったりとか、ハワイやシンガポールなど一部海外のレストランでもご利用可能って書いてある。あとはスマートフォンやパソコンから24時間気軽にご予約できるし、大切な方やご家族と一緒にお楽しみくださいということです。まあ、こんな感じですね。プラチナカードはとりあえず持ってたら、まあ年会費が14万近くかかるけど、結構メリットはあると思います。いろいろと次はブラックカードを目指して、次ブラックカード欲しいなと思っているんで、ブラックカードのインビテーション来たらブラックカード申し込もうかなと。ブラックカードだったら入会金50何万して年会費が何本、また何本結構取られるんですよね。合計100万ぐらい必要なんですよ大体。それちょっと申し込めたら申し込みたいなと思って、またそういうインビテーションが来たら動画撮影をしていきたいと思います。でまた何かあったら撮影していきたいと思います。で今回は以上です。一応この動画の最後に鉄とプラスチックのやつの写真を撮って動画の後に流れます。じゃあ以上です。